ピアノとオーケストラのためのパガニーニの主題による教師曲作品43はセルゲイ・ラフマニノフが1934年に作曲した25部からなる変奏曲形式のピアノを独奏楽器とする競争的教師曲である。ロシア革命の混乱の最中に母国を離れたラフマニノフは帰国することも叶わずアメリカ合衆国でピアニストとしての生活を送るようになった。 彼はアメリカでピアニストとしての名声を獲得する反面、演奏家活動に多くの時間が割かれることとなった。加えて、ロシアを離れたことで母国を喪失したという思いも強く、想像力の枯渇を感じるなどして、作曲にはなかなか取り組めなかった。そんな中、1931年に夏の休暇を過ごすために、 スイスのルゼルンコ班に建てた別荘で1934年6月3日に作曲を開始し、同年8月18日に仕上げられたのがこの曲である。初演は1934年11月7日、ボルチモアにて、ラフマニノフのピアノ独奏、ストコフスキー式、フィラデルフィア還元楽九段により行われた。後にこの作品は、ミハイル・フォーキンによって、バレエ化された。 その際ラフマニノフは、フォーキンに、超絶技巧と引き換えに悪魔に魂を売ったと、噂されたニコロパガニーニの伝説を筋立てとして、利用してはどうかという提言をしている。当楽曲では独奏ピアノと還元楽が配置される。このうち、還元楽の編成内容を以下にて示す。なお、演奏時間は22から25分程度である。パガニーニ十四の基層曲、 第24曲の主題提示部分。この主題を用いて、当楽曲を作曲した。主題と24の変装からなる。一般の変装曲と異なり、第1変装の後、第2変装の前に主題を置いている。主題は、パガニーニのバイオリン曲、24の基礎曲、第24番、主題と変装の主題を用いている。すなわち、パガニーニと同じ主題を使って、 別の変装を試みているのである。異端調。助走、アレグロビバーチェ異端調に4主題の部分の同期が3回繰り返される。第一変装、アレグロビバーチェ異端調に4オーケストラによって主題が完結的に演奏される。主題、リステッソテンポ異端調に4ピアノが主題を完結的に演奏する中、バイオリンが主題を演奏する。 第一変装が主題を完結的に演奏しているため、この主題があたかもこの第一変装の変装であるかのように聞こえる。第二変装、リステッソテンポイ短調に4ピアノとオーケストラが役割を交代する。後半になって変装曲らしい装飾が十分に聞かれるようになる。第三変奏リステッソテンポイ短調に4オーケストラが細かく動く中、ピアノが ゆったりとオブリガードを演奏する。第4変奏、ピュービーボイ単調に、4いくら下級にテンポを増す。同期を2つのパートが素早く、掛け合いを行う。第5変奏、テンポプレッチデンテ、イ単調に、4歯切れの良いリズムになる。第6変奏、リステッソテンポイ単調に、4同一のテンポながら、オーケストラの動きが止まり、ピアノも、一フレーズごとに、動きが、 緩やかになる。第7変装、目のモッソ、A テンポメデラとイタンに、4いよいよテンポが遅くなり、グレゴリオ聖歌の、レクイエムの、怒りの日のテーマをピアノが演奏する。ラフマニノフが生涯にわたってこだわり続けた、このテーマは、この曲にあっては前日のパガニーニの伝説に、登場する悪魔を示していると言われる。第8変装、テンポアイイタンチョーに、4最初のテンポに戻り、 下から突き上げるようなリズムが上がってくる。第9変装、リステッソテンポイ短調に、4逆不転リズムのような三連符の鋭いリズムで、怒りの日を変装する。第10変装、ポコマルカートイ短調4、4、怒りの日の変装。クライマックスで3、4拍子と4、4拍子が交代する、変拍子となる。静まって、次の変装を迎える。第十一変装、 モデラートイタンチョ3、4バイオリンとビオラが静かに同音を細かく反復する中、ピアノが動機を幻想的に繰り返す。後半は表紙を失い、カ電差的に演奏される。そのピアノをハープのグリッサンドが飾る。第12変奏、テンポディミヌエットにタ調3、4初めてイタン以外のチでそうされる。メヌエットのテンポとは言うもののあまりメヌエットらしさはない。 後半のホルンのオブリガードが印象的。第13変奏、アレグロニ単調ん、43拍子に変えられはするものの、主題がバイオリンなどにより比較的はっきりと現れる。第14変奏、リステッソテンポへ、蝶々ん、4初めて蝶々が現れる。主題は鋭く角張って変奏される。第15変奏、ピュービーボスケルツアンドへ、蝶々ん、 4前半はピアノだけで演奏される。ピアニスティックな演奏が聞かれる。第16変奏、アレグレット変路短調に4一転して陰鬱に動機を繰り返す。第17変奏、アレグレット変路短調4、4ピアノが低音で、もぞもぞと動く中、オーケストラが動機の後の部分を繰り返す。パガニーニの主題の範囲いきなり第18変奏。 アンダンテカンタービレ編2丁々3、4主題は別として、この曲の中で特に有名な部分である。しばしば単独で演奏される。パガニーニの主題の反きなり、中1を、最初はピアノが独奏で演奏し、オーケストラが受け継ぐ。第19編奏、A テンポビバーチェイ単調4、4最初の蝶に戻り、夢が覚めたような印象を与える。ピアノが素ばしこく上下へ動き回る。 手の大きいラフマニノフならではの奇抜な演奏手法である。第20変奏、うんぽこピュービーボイ単調4、4バイオリンがもぞもぞも動き回る中、ピアノが歯切れよく鋭い音を出す。第21変奏、うんぽこピュービーボイ単調4、4ピアノが低音をうごめきながら時々脅かすように高音に現れる。第22変奏、 うんぽこピュービーボイ単調ピアノが重く鋭く和音を刻む。最後はピアノのカデンツァとなって動機を繰り返す。第23変奏、リステッソテンポイ単調に4主題が明確に現れた後でピアノとオーケストラの掛け合いとなり、最後にはカデンツァ風となる。第24変奏、A テンポうんぽこのもっそい単調異常調ピアノが弱奏で素早く動き回る。 1度を超える難しい跳躍をスケルツアンド風に演奏する。金管楽器が怒りの火を短く奏した後、トゥッティで盛り上がるが、最後はピアノが主題の断片を極めて弱く演奏して曲を閉じる。作曲者自身を含め数多くの演奏家が録音を残している。有名なものとしては、ジュリアス・カッチェン、ウラディ・ミル・アシュケナージ、バン・クライバーン、アルトゥール・ルービンシュタイン、 ゾルターン・コチシュ、ベン・ノ・モイ・セー・ビチ、ベラ・ダビド・ビチ、バーシャー・リ・タ・マーシュの演奏などが挙げられる。テレビドラマポピュラー音楽作詞、里見編曲、西本ともみ、倉内達也か、ニュース第18編奏を取り上げたものラフ・マニノフの、友人であるニコライ・メトネルの、おとぎ話・ソナタ第二楽章の主題提示とも、告示している。ABC バツジ・ジュンコ、プログラムノーツ楽曲紹介。 月刊オーケストラ2018年2月号。読売日本交響楽団。P112018 年11月17日。閲覧。岡田安寿博ラフマニノフ。パガニーニの主題による教師曲をオーパス。43位単調。ピアノ曲辞典。プテナ2018年11月17日。閲覧。ありがとうございます。